眠気が見えるコーヒー屋イベントは六本木ヒルズ、ここは大屋根プラザ、はい、大屋根プラザ、うん、大屋根プラザっていうことで、聞いてもらえば分かると思いますので、ネルというマットレスメーカーさんのイベント、今日が初日、明日、明後日3日間やっております。11月の17、18、19、木、金、土と3日間やってますから、まあ、東京にいらっしゃる方、まあ、いらっしゃらない方でも六本木ヒルズは比較的、ね、便利、来やすいところだと思いますから、ぜひこのイベント体験しに来てください。まあ、コーヒーマニアも普通に面白いと思いますよ。そしてこのネルの寝心地が、もう早速こういうことになってますけど、いやー、もしかしたら宇宙一寝心地のいいマットレスなんじゃないかって、なんかそんな噂も聞いてますよ。ネルの極上のマットです。そしてこの見たことのないやばい状態、このコーヒーが体験できるイベント、ぜひ皆さんチェックしてください。詳細は概要欄の方に貼っています。よろしくお願いします。カオス、カオスのキッチンカーになっておりますが、今日は眠気の見えるコーヒー屋ということで、カフェイン濃度違いで5種類のコーヒーをご用意しております。いやー、ほんと攻めた企画ですね。どっからこのインスピレーション来たんですか？僕がなんか眠いと、うん、コーヒーを無意識的に飲んで、うん、要は肩凝ったらマッサージ屋行くみたいな感じで、はいはい、なんかすぐやり過ごしてんなと思って、そもそもちゃんと寝具見直した方がいいんじゃないみたいな気づきがだから日常的に眠すぎるってことですね。 そもそもね、この企画をやってるってことですか？いやー、このイベントの仕掛け人の西川さん、西蔵さんのおかげで、やばすぎる企画でちょっとコーヒー屋も震えましたね最初。楽しみコーヒーを仕事で15年やってますけど、初めてこのカフェインにフォーカスして全コーヒー作ってくれっていうのは、うん、いや、後にも先にもないんじゃないかっていうぐらい尖ってきたんですよ。広告屋的な発想だから出たのかもしれないですね。コーヒー屋的には出ないですよ。そうそう、コーヒー屋って結構そのカフェインに対してなんとなく無意識に負い目感じてるところもなくはなくて、カフェインが強いのはいいことだみたいなのはなかなか言いにくいですよね。そうですよね。ほら、ミンミン打破とか、はいはいはい、強強打破とかあるじゃないですか。ああ、アッピーもいつもレッドブルに頼って生きてるんですね。その感じですよね。やっぱあれもカフェイン量がやっぱ上がるじゃないですか。はい、メガシャキとギガシャキみたいな。そういうなんかそれちょっとインスピレーションを受けて名前をね。なるほどね。鬼ブレンドとか。僕は最初カフェインだけ変わってればいいけどと思ったけど、美味しいんだよね全部。そう。太蔵さんのおかげですか。カフェインを感じられてなおかつ全部美味しいっていうね。そこに挑戦したというのが今回のイベント。まあ、これからオープニングセレモニーになりますけど、マジ楽しみですね。どうすか？カフェイン感じたことなかったんですよ。なんかカフェインを感じるっていう感覚がなかったんですよ。なんか分かんないけど、脳に来た。脳に来ますね。そう、脳とかね、なんかこう全身にわってくるんですよね、鬼は。鬼の方がなんか美味しいなって感じがしました。苦味がない。苦味が得意じゃないんだよ。得意じゃないのかもしれない。ああ、苦味で言うともここだから、うん。でもこれが一番好きって方も結構いますよね。いや、でも衝撃で言うとゼロブレンドが一番衝撃ですね。ゼロは衝撃です。うまい。エチオピアナチュラルのデカフェなんですけど、これはもうクオリティ高すぎて、メキシコのマウンテンウォーターで普通にデカフェ加工してました。やっぱりね、うまくなってきてるんですよ。加工がどんどん上手になってきてる。このゼロブレンドから始まって、このハワイブレンド、オーソドックスの昔ながらの深入りコーヒーの良さ、いわゆるドトールコーヒーみたいな安定した美味しさみたいなのをこの2番追求してるんですよ。ドトールリスペクトに基づいて。この3番はスペシャルティ、フレンチプレスで出して、朝入りコーヒーが持ってるカフェインをちゃんと味わいましょう。これったらど真ん中でしょうね。
こっちの濃いブレンドに関してはエスプレッソ抽出でロブスターが 30% 入ってる。イタリアの南の方の昔のレシピでガツンと決まるやつ。でそしてここには濃ゆいの並割り、ね、いわゆるアメリカからやってきたレッドアイ、目が充血しちゃってやばいやつに飲ませるコーヒーということで、まあカフェの裏メニュー的にバリスタに特殊オーダーでお客さんの方がもう眠すぎるから何とかしてくれと、普通のドリップコーヒーにエスプレッソのショット足してくれってとこ生まれたのがこの鬼コーヒーの元なんですけど、全部違う文脈から来ているコーヒーがここに集結しているっていう、なんかそのコーヒーカルチャーの点でもこれかなり面白いことになる。ああ、なるほどね。眠気に関してももちろんなんですけどね。そうか、そのコーヒーで見ると異業種っていうか、集まるはずのない集まるはずがないですよ、マジで。ドラゴンボールみたいな。そういうことですね。なかなかやばいイベントが始まりました。本日はご対応の中、眠気が見えるコーヒーやオープニングセレモニーにご来場いただき誠にありがとうございます。本日お越しいただいている皆様の中でも、日中はコーヒーを飲んで眠気をやり過ごしながら働いている方も多いのではないでしょうか。眠気が見えるコーヒー屋は睡眠診断を通して睡眠課題や眠気を可視化し、ご自身の5段階の睡眠診断結果に応じたカフェイン量の異なるコーヒーを味わっていただけます。睡眠診断が悪い方ほどカフェインが多くなるというオリジナルブレンドのコーヒーを、今回バリスタさんと一緒にこのイベントのために開発いたしました。この機会にコーヒーを味わいながら、ご自身の普段の睡眠や寝具について見直す機会にしていただければなと思っております。眠気が見えるコーヒー屋アンバサダーを務めていただく皆さんにご登場いただき、お話を伺ってまいりたいと思います。それではお呼びしましょう。スピードボードの伊藤です。小沢です。よろしくお願いします。中村静香です。皆さんと睡眠について楽しくお話できればと思います。よろしくお願いします。さらにこのコーヒーのレシピなんですけれども、うん、レシピ開発は国際スペシャルティコーヒー鑑定士であるバリスタ、そしてコーヒージャーナリストの岩崎大蔵さんという方に行っていただきました。あ、そうなんです。有名な方がですよ。どうなの岩崎さん知ってんだけど、どうなの岩崎さんですよ。皆さんね、あ、さすがにあの岩崎さん、あの岩崎さん、この岩崎さんです。はい、本日は鉄道に売り出します。そんな感じで髪型遊んでらっしゃるね。うるせえ。随分と。就寝前はストレッチとか、まあ、そういうことですけど、起床後は絶対コーヒー飲みます。あ、コーヒー。毎朝飲みます。もう眠気を覚ますために。あの最高のゲスト。この間そういう話してたの。朝起きたら何飲むって言ったらコーヒー、コーヒー。糸でさ、ついに。サイです、はい、もうサイ卒業されたんですね。もういや、コーヒーももちろん飲むよ。サイ飲んだ後にコーヒーだもん。本当にサイって俺マジでバカにしてたの。なんでバカにするんだ。だってさ、サイ飲みますっていう女のタレントさん、女性タレントさんとか、特にベッキーとかそんなこと言ってたじゃん。サイの後にコーヒー飲む。そうなの。サイで言うと整えた後にコーヒーが最高なんですよね。そうなんです。しっかり睡眠時間確保しようと思っても寝つけなかったり、あと単純に仕事とかで不規則になったりもするので、なんかこう寝かけ覚ましのコーヒーに頼ってるんですけど、睡眠自体を根本的に改善したいなとは思ってます。思い出したんですけど、週に1回はお風呂で寝落ちしてることもあるんですよ。危ないじゃないですか。お風呂の中で本読んだり、あのタブレットで映画見るのも好きで、そのまま寝落ちしてる時もあるから、確かに課題は抱えてると思います。最近怖い夢ばっかり見るのそうなんですね。でもね、その
ちゃ気になる。そうだよ、ね、それはこっちの判断じゃん。勝手にそう思ったけど、俺は終わったよ。死んで終わったら続きそうなの。はい、あれでも井戸田さん、あの少しの心配というだけだったんですけれども、はい、なんかちょっと眠そうだなっていう思ってて、そんなことないんですか？そうなんですよ。もうこれね、なんかやる気がないみたいに思われるかもしれませんけど、ずっと眠いですから。あれ大変です。もうこのここに登壇した時からもうずっと眠いです。はー眠い。そんなにやってらんないぐらい眠いよ。俺もうやだよ、ダダーもう。なんかもうダダーさん、これもうやだよ。横になりてぇなぁ。どこ横になりてぇなぁ。お前中だぞ。横になる、横になるウィルドをみんなに見せてぇなぁ。中、本番中。おい、こんなとこに待って。おい、お尻見せんな。皆さんにお尻いけてない。お尻と顔同時に見せてます。ならば私も。あー、眠てぇなぁ。ここにいいマップなんだ。あれ、ちょっと中寝ひまおう。あ、しっかりとお靴も脱いで。ごめんなさい、本番中なの。あまりのマットレスに寝込んで脱ぎにね、ちょっとあります。生きている小沢さん。熟睡してしまいました。ただ、どうしましょうね、小沢さん。どうすればいいんでしょう。思った以上に熟睡しています。どうすればいいんですか。どうぞ、あれ、静香ちゃん。はい。スピースピー寝ている人だったのに、それはコーヒーです。シュビビビ。ちょっと静かちゃんしゃべって言うから黙ってくれるかな。そのコーヒーは何？眠気の覚まらない戸田さんにぴったりな濃いコーヒーをご用意しました。そっか。シュビ。飲まずくないな。眠いんだよ。どうぞ。コーヒー。眠いんだよ。これを飲んだら改善されます。ちょっとね、あまりの寝心地の良さに寝てしまってますけどね。確かに、もう寝心地はいい。そうです。じゃあちょっとせっかくなんでいただきます。犯人はこいつだ。シンプルにうるせえ。わっ、濃い。うん、ずっしりきますね。あ、そうね、ずっしりって感じ。どれぐらい濃い？あ、でも本当に、なんか食後とかに、バチバキになる。俺、聞くなんじゃねえんだ。先生に聞いてる。相当濃いですよね。相当飽きてるそうです。エスプレッソより濃いです。イタリアの昔のレシピなんです。イタリアの昔のレシピだそうです。お前の意見じゃないの。最後です。あの頃のイタリアを思い出します。知らねえだろ。いつだろ。今日はね、二つの意味で目が覚めました。あとですね。終わりになっちゃった。まだ終わってねえか。あ、そう、君に言ったのか。だよね、俺は正直このネルさん。ネルさんのマット寝ない方が良かったな。ネルさんのマットレスで寝ない方が良かった。ふざけんなお前。そんな素敵なイベント呼んでいただいて、そんな冒険吐くことあるとか失礼なんですよ。寝ない方が良かった。なんでだよ。こんな素敵なベッドで寝ちゃったらもう他のベッドで寝れなくなるだろ。あめー。本日のゲスト、眠気が見えるコーヒー屋アンバサダースピードワゴン井戸田潤さん、小沢和弘さん、そして中村静香さんでした。ありがとうございました。眠気が見えるコーヒー屋と六本木ヒルズ初日が今一番盛り上がっているところで、なんとか結構行列が一時期できてたんですけれども、3人でフル稼働してなんとか回ったってところですね。今日はオープニングセレモニーすごかったね。盛り上がりまくって、でこのオープニングセレモニーで集まってくださった方たちが今もう一斉に鬼ブレンド鬼ブレンド鬼ブレンドってことで
鬼ブレンドの鬼オーダーが続きましてですね。鬼のように作ってました。いや、キッチンカーなんですけど、スレイヤー入ってるんですよ。おお、すごい。スレイヤー一電気だとさすがに鬼の鬼オーダーには対応できないっていうショッピングフォーマーを本当にね、今バリスタ本田には鬼になってもらうしかないぐらいの状況だったんで、私は あえてゼロブレンドを今ね終わって飲んで一服入れようかなと、まあ、全然イベント終わってないんですけど、このイベントは5時までということになっておりますけれども、明日も朝から5時まで明後日もやっておりますから、もしよろしければ皆さんぜひいらしてください。ゼロブレンドはデカフェ、カフェインゼロ、睡眠がしっかりとれている方用なんですが、まあ、昨日2時間しか寝てない体臓も今日はすでにカフェイン相当死因で取ってますから、本当うまいんだこのデカフェ。おー、飲みたい。いろいろいいコーヒーがありすぎて話長くなりそうなので、今日ここら辺で締めちゃいましょう。ゼロブレンド、それでは召し上がれ。ふぅ、ハッピーなコーヒーライフを。